メイがここを変わってるって言った理由が分かったかも。現実世界より確かにここは少し歪んでるかしら。見ての通り、イニシエの楽園は複雑なデータ空間で、それを構築しているのは13の流れる意識。そして意識の間にはぶつかり合いもある。例えば、現実が白紙だとすれば、ここは複雑な折り紙の芸術品。異なる人たちの認知が記されたページを互いに挟み、折りたたみ、はめ合ってる。同じことでも、異なる人たちによって違った姿が見られるわ。その景色を見ると、確かに困っちゃうわね。あなたは適切な比喩を使ったことがないんじゃないかしら。そうでしょ？他の人が本当に理解できるような、そんな比喩を。私はお花みたいに可愛らしい。これは適切かしら。でも別の角度から見ると、それもいいことよ。今まで崖っぷちにいる人たちには、思い切り飛んでみるという選択肢しかなかった。でも今は彼らが飛んだ後の結果を見て、自分のすべきことを決められる。前人が残した足跡の意味はそこにあるんじゃないかしら。現実にはそういうお試しができるようなチャンスなんてないもの。あなたが適切な比喩を使ったことがないということは十分に分かったわ。まあまあ、イニシエの楽園。確かにそれは想像できないほどに巨大な迷宮だけど、私はずっとここにいて、あなたが前へと進むための灯火を灯してあげるわ。これは？こんな話は聞いたことがあるかしら。重圧の中で行った選択こそ、その人の本当の姿が現れるし、最終的にどんな人間になるのかを決めるの。今までの人生で、私は何度も選択をしてきた。それらはまるで、節目を象徴するターニングポイントのようなもの。私のキラキラと輝く人生の中に刻まれ、光を放ってる。それが私の刻印。エリシアの魂の彫刻。私が私である証よ。歴史の中で遠くに行きたいのなら、私が残した足跡に沿って進むのも一つの選択よ。一応私は、この時代の終わりを見届けたものだからね。でも本音を言うと、本当の自分を他人に見せるなんて、やっぱり少し恥ずかしいわ。私の記憶が正しければ、ここには13人の融合戦士が残した記憶があると言ったわね。それなら、他の人たちの選択を見届けることもできる。だとしたら、恥ずかしがることもないんじゃないかしら。メイ？あなたの女の子の慰め方って、その子をさらに悲しませることなの？あなたが言った言葉を口にしてみただけよ。ええ。言ったように、私の大事な仲間たちも、彼らの刻印を楽園に残しているわ。後継者にゴールへの道を示すために。厳密に言うと、私たちの運命は交わったことがあるけど、それは交差した二本の直線で、その先は進むほどどんどん遠くなる。あ、そういうどうしようもない過去の話はやめましょう。私は応援してるからね。メイは遠くを眺める道行く人というより、地図を俯瞰する旅人に見えるわ。他の人たちのことは教えてくれないの？私の口で紹介するより、自分の目で確かめた方がいいでしょ？安心して。みんな可愛らしい人たちだから、ちゃんと仲良くしてあげてね。メイにとっては難しいことじゃない。そうでしょ？その忠告は、悲しんでる人のセリフとは思えないけど。だって今、自分の心配は余計だって気づいたの。
きっといつかわかるわ。メイは私のこと、ほっとけないと思うもの。よくできたわ。うんうん、むしろ、私の予想をはるかに超えてる。あなたがここになれ、かつての私たちの旅に近づけていることが、私はとても嬉しい。ほら、あなたの選択によって、流れる記憶が徐々に形になってきたわ。この印は、火を追うが？そう、火を追うがのバッジ。メンバーごとに一つずつ持っている唯一無二のものよ。融合戦士が初めて集結した日のことを思い出すわ。私、サクラ、ケビン、それにメビウス。懐かしい。すべてはあの日から始まったのよね。組織に25年いると金色のバッジももらえるの。誰が最初にもらうかみんなで賭けをしたけど、残念なことに誰も手にすることはできなかった。火を追う側はそこまで持たなかったから。これはあなたにあげるわ。私はそれのおかげで人生で最も大事な仲間と出会えた。その幸運がメイの元にも訪れるように願ってる。これは外の世界には持っていけないはずよね。とりあえず保管できる場所を探しましょう。そういえば、まだホールの他の部屋を調べてないわね。人の部屋に勝手に入るなんて、少し礼儀がなっていないと思うわ。ごめんなさい。あなたの部屋だと知らなかったの。情報室って書いてあったから。それに、私の部屋だったとしても構わないわ。私たちはそういう仲でしょ？さあ、案内するわ。どう？メイの探索に少しは役立ったかしら？ええ、けど気になるわ。ここだけ周りと雰囲気が違うのは何か特別な事情でもあるの？そういうわけじゃないけど、その項目を統合した時のトラブルかな。当時は面倒だと思って、この部分に関してはあまり口を出さなかったの。だけど今振り返ってみると、担当者とのセンスが違ったとしか言いようがないわね。こういう審査はケビンの仕事だけど、メイも彼の性格を知ってるでしょ？まったく。気づいたらこうなってたの。彼ってば第一位なのに。たまにね、火を追うがのやり方は理性的すぎるって思うの。そのせいでみんな結果だけを気にして、その過程の重要性をないがしろにしてしまう。第一位？英傑に順位があるなんて知らなかったわ。言ってなかった？多分すぐに打ち遂げたからか、無意識のうちにメイも知ってると思っちゃったのかもしれないわ。あまり気にしないで、ただの数字だから。13人も集まるんだもの。順番がないといろんなことがめちゃくちゃになっちゃいそうだと思わない？じゃあ、あなたは？あなたは何位なの、エリシア？うん、私はね、私は13英傑の第2位。ありていに言えば副首領ね。第2位？そう、私があのケビンの次の第2位、融合戦士のもう一人の首領よ。そう緊張しないで。火を追う英傑はもともと私の興味本位で提案したものだし、順位というのも基本的に私が決めたものなの。もちろん、みんなの同意もちゃんと得たわ。
試練へようこそ、後継者。わらわの名は桜。刹那の技術を後世に伝授するためここにおる。はじめまして、ライデン・メイよ。自己紹介は不要じゃ。リッチャが古の楽園に入った。これは英傑全員にすぐさま知れ渡ったことじゃ。そんなにビクビクする必要はないと思うけど。わらわたちにとってはそうじゃが、ラン次にとってはそうでもないじゃろ。まあよい。初対面の来訪者に対し、わらわの言葉は多すぎたやもしれん。この刻印を受け取るがよい。ラン次には順を追って説明するつもりはない。律者の反射神経を持つ者なら、普通の人間のように、この贈り物を受け取ったせいでうろたえることはないじゃろう。ありがとう。けどそう言われたら、かえって受け取りづらいけど。それが、わらわの教えたい一つ目のことじゃ。この古の楽園にいる限り、一刻も警戒心を緩めぬ方がよい。どうして？どうして、あなたもここにいるの？君をここに来させたのは、僕だということは知っている。だが何度も説明するつもりはない。僕はケビン。旧姓の命を持つ戦士だ。ここで君の求めるものを探すといい。その代価を、君ならもう背負えるはずだ。はじめまして、後継者。ファーと申します。不詳の刻印。慣れるように私も手伝います。委員長。はい？いえ、何でもありません。わかってるはずなのに。お手伝いありがとうございます。その、また会えますよね。ええ。あなたがその時まで頑張り抜くことができたなら、ここはあなたが考えるよりもずっと険しい。油断はしないでください。これは、一軒のお店？どうしてこんな場所に？それに、このフェリスというのは？これは？エリシアにもらったバッジと似てるけど、重さは明らかにあれより軽いわ。持ち帰って、エリシアに見てもらおうかしら。ここにいたのね。あら、お帰りなさい。座ってみる？エデンのソファーは座り心地がいいのよ。起きたくなくなるくらいにね。大丈夫、立ったままでいいわ。遠慮なんていらないのに。今はメイが古の楽園の主役なんだから。このホールにあるものはすべてメイのために存在してるの。ここは英傑たちの会議長だったって言ってたわよね。
だけどなぜか他にも用途があるような気がするの。会議長にしてはくつろげるスペースがあまりにも多いわ。それも私のアイデアよ。ちょっとしたリフォームでチームの団結力を上げる、そういう狙いでね。仕事は生活のすべてじゃないもの。たまにはこうして集まってリラックスしながら交流することも必要よ。束縛のない空間ではみんな普段は見せない顔を見せてくれる。ここで横になって景色を鑑賞するのも素敵な体験でしょ？はぁ、なんだか過去のことが懐かしくなってきたわ。あ、そうだ。確かこの壁、奥にオーディオ機器とすごく豪華な化粧台が隠されてるはずだけど、まだ使えるかしら？それも誰かさんのアイデアかしら？その話はここでおしまい。とにかく来訪者のあなたたちにとってここは休息するのにちょうどいい場所だから、休みたくなった時や私に会いたくなった時はいつでもここにいらっしゃい。あ、そうだ、もう一つ教えなきゃいけないことがあるの。楽園の中で変わったもの、そうね、燃えているガラス石みたいなものを見つけることがあると思うわ。これのことよね。ちょうどあなたに聞きたかったの。そう、それよ。前に言ったように古の楽園は記憶によって織りなす世界けど、一部の記憶は私たちそれぞれの空間に隠されてるの。公にしたくない秘密とか、情報がないと理解できない物語とか、後継者に残したい言葉とか。あの器に火種を入れれば、私の言っていることの意味がわかるはずよ。わかった。え？そうだ。一つ目の贈り物は、左から二番目の一番綺麗な瓶に入れてね。